はい、今日はね、えー、っと、王さん、オールインワンで初めて私たち出会ったんですけども、王さんにいろいろここまでの勉強のことなどを聞いてみたいと思います。ちょっと簡単に自己紹介お願いします。えっと、宮城県出身の王です。えっと、今回初めて、えっと、オールインワンの方で、えー、韓国語のミレの方で、ちょっと韓国語を学習を始めました。うん、オールインワンのどのコースですか えーとパワチューですあそう。パワチューはねパワチュー宙っていうとあれパワチュー宙ミレの呼び方ですのでこれね、はい、だから中級よりもちょっと上の講座なんですね。はい、内容どうだったでしょうか 内容は基本的にもともと独学の方でドラマなどを通して、えー、韓国語を学んできたっていう覚えてきたの方が近いんですけどそれでやっぱ基礎が基礎とか活用とかそういう部分文法事項がちょっと自分的に不足してたのでこの今回の学習を通じていろんなもう基礎から学び直せたっていうのがすごく大きかったです。はい、そうかさっき実は 今日の午前中に、えー、個人レッスンもしたんですけども、そこでの質問。二つあったんですよね。はい。意外に、<laughs> 意外に基本的な質問でしたが。一 <laughs> つ目は。ビヨンカの <laughs>、えー。質問でした。そうそうそう。だからね、<laughs> ビヨンカ、多分、王さんはできてるの。で、分かってるんです。分かってるんだけど。細かいところがわからない,っていう、ね。そうですね。はい。それから、二つ目は何でしたっけ。 えっと、のそうそうそう,そ,うそれもすごく基本的なんだけども多分分かってるんだけども分かってないよね。どういうふうになんかもう細かいところがなんでっていうところが理屈的に分かってなかったのでそうだからね個別レッスンできてよかったんですよ本当にねこのまま分からないままずっと行くよりもね <laughs> あの、二つ説明したら、スそ、うんンと分かってくれたと思うん、ね、そうですね。うん、すごくわかりやすかったです。だから、動画。そうそうそう。それから王さんは勉強会四回やったんだけども、四回とも来れなかった、ね。<laughs> そうですね。ちょっと都合があまりつかなくて、うん、あの、実際に皆さんがどのような勉強をしているのかっていうのが聞けなかったのがすごく惜しく思ってます。うん。だからね、大学生、学生さんはね、アルバイトとか。 まあ塾とかねいろいろあって何曜日何時って夜の時間を決めてもねなかなか集まれないっていうそんな状況なんですよね、うんうん、だからね動画で勉強してもらうっていうのがとってもいいのかなと思いましたそうですね実際どう動画は何時ぐらいにどういうふうにご覧になってみましたか <laughs> 実際にバイトが終わるのが結構夜遅くなのでそこから見てって形になるとまあ いろんなやることを終わって、結局12時とか1時過ぎにもうちゃちゃってみて、うんうん、結構動画が短いので、うん、もう短く終わらすことができるっていうのがすごく良かったかなと思います、うん。PDF の宿題は何回ぐらい出してますか ?PDF は今まで2回を出して、うんで、その都度やっぱり先生方からコメントもついて、うん、あとこういうふうにした方がいいよってアドバイスもいただけてとても良かったです、うんうん。発音は何回出しましたか 発音は今1回出して,てで、あとこの後出そうかなと思ってたんですけど、うんうん、それにもやっぱりその細かく、微音とか激音とか、その細かいチェックもあって、うん、単に適当に何でしょうその難点とか出すよりかは、そういう5段階で評価してくださってとても良かったです。うんうんうん、これで無料がこの30日で終わってしまうんですけども、はい、どうでしょう やっぱりこの30日っていうのもやっぱ短いなと思ったので引き続きあのトピックの試験を控えているのでその試験も、まあ、試験を目指しながらミレ、えっと、の方で引き続き <laughs> 韓国語を勉強したいなと思ってますあ,ありがとうございますトピックさっきついさっきも聞いたけども <laughs> 何級合格したんでしたっけ今回4級取得して はい、おめでとうございますすごいね、独 <laughs> 学で、ね。そうですね。うん、もうなんか今回はちょっと三級も難しいかなって思ってたんですけど、うんうん、過去問とかで解いてて、やっぱ三級難しいかなって考えてたんですけど、うん、あの杉の方で、えっと、やっぱ自分が思っていたよりも解けたっていうのがとても大きかったかなっていうふうに。 うん、作品を書けたっていうのはやっぱり、ね、現役の学生さんらしくていいのかな。<laughs> ただあのトピック4級合格にしては先ほどの質問は本当にねやっぱり独学の人の弱点かなっていう感じねそうですねとした、えーうん、基本的なところの,その弱いところがあって、うん、なのでちょっとねトピック4級にしてはこれは。 の本文はちょっと簡単なのかもしれないけれども、うん、基礎固めにはぴったりだと思いますねそうですねありがとうございますまたこの後も続けてミレットに関わって、はい、動画で勉強して PDF で出してそして時々こうやって勉強会とか個別レッスンでつながって一緒に楽しくやっていきましょうはい、はいはい、ありがとうございますはい、今日はありがとうございましたはい、ありがとうございました